ということでね、今日は免疫、抗体、こういったものがね、どのぐらい持続するのか。これね、結構前からある話題ですよね。ただね、なんで今日これをするかっていうと、やっぱりね、理由は2つあって、1つは今話題のファイザーがね、結構イケてる新型コロナのワクチン。これはね、もしかしたらですけれども、もしかしたらですよ、感染するかもしれない。こういったニュースが出ましたよね。このニュースを受けて、株式市場はね、大暴騰とかね。まあ皆さんね、このニュースはすでにもう知ってると思うんですよ。でですね、もしこれ、ワクチンができるんだったら、やっぱりね、そこで大事になるのが、そのね、抗体とか免疫。これがどれだけ持続するか、じゃないですか。そういったこともあってね、ちょっと改めて言ってのもありますけれども、今日はね、免疫がどれだけ持続するのか、そういった話をしようと思いました。それがまず一つ目です。そして二つ目。さっきから言ったようにね、抗体がどれだけ続くのか、こういった話はね、前からあるじゃないですか。でもですね、じゃあなんで今日わざわざ紹介するかっていうと、さっき言ったね、ファイザーのワクチン、これのタイミングもありますけれども、もう一つ。結構ね、抗体がどれだけ持続するのか、これについて、今までよりも、あくまで今までよりもですけれども、それなりにね、信頼性があるデータ、まあ、調査っていうのが行われた。この結果をですね、ちょっと動画にしようと思いました。実はですね、この調査、この結果、についてのニュースっていうのはですね、もう10月に出てたんですよ。10月の中旬、いや、10月の下旬ぐらいかな。で、僕もね、これ動画にしようと思ってたんですけれども、ちょっとタイミングを失っていて、そういったのもあったんでね、ちょっと今回、この機会に動画にしようと思いました。ということで、今回ですね、抗体がどれだけ続くのか、の話はもちろんするんですけれども、その前にやっぱりちょっとね、僕も話したいんですよ。今回のファイザーの、もしかしたらできそうかもしれない。なんかね、9割で効果があったとかいう、このワクチンについて。まあ、いろんな人が動画を出してるんでね、僕は今更ごちゃごちゃ喋ることってあんまないんですけれども、それでもね、ちょっといくつか、そんなに他の人が喋ってないポイントというか、まあ僕が喋りたい箇所ですからね、それをいくつか喋った後に、その後にね、抗体がどれだけ続くのかって話をしていこうと思います。あ、この抗体の話ね、結構面白いですよ。すぐ終わっちゃうんですけれども、年齢別でもね、違いが見られたんで、そういったデータ取れたんで、それは後で話していきますけれども、じゃあまずですね、今回のファイザーの 90% 効くかもしれないって言われてるワクチンについてです。これについてですね、僕ちょっと言いたいポイントってのが、まずですね、これ 90% に効くみたいな言い方されてるわけじゃないですか。なんか一瞬分かった気になるんですけれども、分かんなくないですか？しっかり考えていくと。90% ってどういうこと？こう、新型コロナのワクチンを接種すると、90% の人が感染しないっていうこと？って思うじゃないですか。そういったね、90% って言い方とはちょっと違うんですよね。だってもしですよ、本当にね、これ、10人取ったうちの9人がコロナにかからないっていうね、そういった結果を出すには、例えば実験でですよ、みんな新型コロナのワクチン接種してもらうじゃないですか。で、ここぞとばかりにコロナの菌をね、この人たちに浴びせるわけですよ。そうでもしないとね、90% の人がね、新型コロナに感染しなかったみたいなことわかんないじゃないですか。でももちろんね、そんな非人道的みたいなことはしないわけですよ。じゃあどうやってこれね、効果があったなかった、効果がね、90% とかっていう風にね、言ってるのか。まあこれのね、実験の仕方、比べ方なんですけれども、結構面白いんですよ。まずですね、グループ。臨床試験にね、参加してくれる人をグループに分けるんですよ。2グループに。例えば、まあ何人でもいいんですけれどもね、じゃあ2万人がこの臨床試験、第3層の臨床試験に参加してますってことをするじゃないですか。そしたらね、1万人と1万人に分けるんですよ。で、片方の1万人に、まあ今回だったらね、ファイザーとビオンテックがね、開発してるワクチンですよね。それを接種してもらいます。これ本当に接種してもらいます。で、その半分、残り半分は、まあ同じようにね、ワクチンを接種してもらいますって言って、接種させるんですけれども、実はね、この半分の1万人の方ってのは、本当のワクチンじゃない。全然ね、ワクチンでも何でもないものを取ってもらうんですよ。もちろん無害なものですよ。だから2万人いたら2つに分けて1万人1万人。片方は本当にワクチンを接種している。そして片方はワクチンは接種してないんだけれども、接種したと思い込んでいる。そういったグループを作るわけですよ。なんで思い込ますかっていうと、より厳密にね、本当にワクチンの効果があるかないか、まあ薬のね、効果があるかないかって分からすために、思い込んでる人のグループを作るんですよ。よくあるじゃないですか、プラシーボ効果って言って。思い込んでると本当は薬に効果がないんだけれども、その思い込みによってね、体が反応して免疫が高まったりとか、そういう風にするっていうね。そういったこともあるんで、思い込んでるだけで実際にはね、ワクチンを接種してないグループと、そしてワクチンを接種したグループで比べるってことになってるんですよ。そうするとプラシーボ効果も含めて、下がるかないかが分かるじゃないですか。まあそういったことなんですよ。で、こっからですよ。さっき言ったね、90% 近くの人に効果があった。これなんですけれども、これがどういうふうに出すかっていうと、そういったね、本当にワクチンを取った1万人、そしてね、ワクチンを取ったと思い込んでる1万人、これがいて、ある程度期間経つと、やっぱりこの中からね、新型コロナに実際に感染した人、まあ今回ね、病気の対象が新型コロナですから、新型コロナに実際に感染してしまった人って出てくるんですよ。これはやっぱりね、100% じゃないんで、新型コロナのね、ワクチンを接種した方にも何人か出てきますし、そしてね、思い込んでる方、
本当は新型コロナのワクチン接種してない方、そっちの方にももちろんね、新型コロナの感染者って出てくるわけですよ。そのね、出てきた感染した人の人数を比べて何パーセントにね、効果があったっていうふうに比べるんですよ。例えばですけれども、これちょっと厳密に計算するとね、これで 90% ってことじゃないんですけれども、だいたい 90% になるのが、例えばこっちのね、新型コロナウイルスのワクチンを実際に取った方で10人感染者が出たと。ある一定の期間でね。で、こっちの方は、新型コロナのワクチンを取ってると思い込んでる方。だから本当は新型コロナのワクチン取ってないじゃないですか。で、こっちのね、ワクチン取ってない方で90人感染者が出ると。ということで、新型コロナウイルス取ってる方っていうのは10人に感染者っていうのを抑えれてるから、このね、感染した10人とワクチンを取ってない方、こちら90人出てるじゃないですか。この90と10とかを比べたりするんですよ。だからね、こっちのワクチン取ってた方っていうのは10人しか感染者出てないんですけれども、1万人の中でね。でもこれワクチン取ってなかったら90人感染者が出てただろうってことになるんですよ。だからね、このワクチンのおかげで80人の感染者がね、防げたってことになりますよね。まあ、この辺を計算してね、これ比較してね、この10人とか90人とかをね、それで、まあ、90% 近くのね、効果があった。こういった言い方するんですよ。まあ、そういった計算の仕方です。まあ、今のでね、ちょうど 90% になるっていう計算じゃないんですけれども、まあ、こういった仕組みです。ちなみにね、インフルエンザのワクチンが 60% って呼ばれてるんで、今回のね、ファイザーとビオンテックが発表している9割近くに効果ありっていうのは、おかしいぐらいいいんですよ。もうおかしいぐらいって言えるんですよね。だいたいワクチンってのは効果があるって言われても、最初からね、そんなにね、効果が高い数字にはならないって言われてますからね。そして今回発表されたね、9割近くに効果あり、これのね、臨床試験のもうちょっと中身なんですけれども、皆さんもね、これ結構の人が小規模な試験だったっていうのはね、知ってる人いると思うんですよ。どれくらい小規模かっていうと94人程度で行われた。これね、人数もちっちゃくて、まあこれでね、そんなに信憑性高いのかなって思うところもあるし、もう一個、これ期間もね、かなり短いんですよ。さっき言ったようにね、グループを2つに分けて感染するかしないかをチェックするって言ったじゃないですか。これですね、どのぐらいの期間を見てるかっていうと、ワクチンを接種した後、7日間経った後に感染してるかしてないかで調べてるんですよ。だからね、人数も少ない上に7日後にね、感染してる人の人数を比べてるんで、かなりね、ブレブレになると思うんですよ。だから本当にね、もっとちゃんと見るんだったら、もっと大人数の結果を見なきゃいけないし、そしてね、7日間とかだけじゃなくて、まあ少なくとも1ヶ月とかね、もうちょっと期間見ないと、そういったね、ワクチンの効果の有効性、まあパーセンテージとか割合ですよね。そういったのね、安定しないと思うんですけれどもね。まあそこはちょっと気になったなっていうところと、あとですね、今、ワクチンを接種したって話しましたけれども、このね、ワクチンのタイプっていうと、2回接種タイプなんですよ。ワクチンを2回接種して初めてね、感染みたいなね、そういったワクチンのタイプなんですよ。で、これがですね、1回目ワクチンの接種するじゃないですか。そしたらね、その後の3週間後、3週間の間開けてもう1回取る、そういったタイプなんですよ。あ、だからさっきのね、7日経って感染してたかしてなかったかを調べたわけですけれども、これ2回目取った後、1回接種、2回接種して、そこから7日経って感染してるかしてないか、これをね、多分調べてると思います。でね、これ、1回ワクチン接種して、3週間後にもう1回ワクチン接種するんでしょ？結構ね、2回目取りに来ない人がいっぱいいるんじゃないかなって僕思っちゃうんですよね。だからね、1回の接種で終わるワクチンのタイプと比べると、随分ね、こう2回取って初めて完成ってわけですから、ワクチンとしてね。2回ちゃんと取る人って言うとね、随分人数減っちゃうんじゃないかなってちょっと僕は心配しちゃったりとかね。ただでさえね、ワクチン取らないって人多いわけじゃないですか。その中でもね、2回接種しなきゃいけないワクチンって言うとね、さらに取る人の人数って下がりそうですよね。で、あとですよ、ここの問題点はよく言われてますけれども、今回のワクチンってね、マイナス70度とか、まあ記事によってはね、マイナス80度とかって書いてありますけれども、まあそのぐらいにね、そのぐらいに冷たくしとかないと、ワクチンがね、ダメになっちゃうんですよね。これもよく言われてますよね。で、これが、まあ予想してる時とかね、もちろんなんですけれども、こう他の国からね、アメリカからですかね、日本だったらね、アメリカから飛行機で日本に運んで、で、なんかこう空港近くのところで、マイナス70度とかで貯蔵しといて、そこからまあいろんなところにね、飛んでいくと思うんですよ。例えば東京都内の保管庫みたいなとこ作って、そこに置いといて、そこからね、各病院に配達されると思うんですよ。で、何もね、ずっとマイナス70度じゃなくてもいいらしいんですけれども、例えばね、各クリニックに行った時なんかは、マイナスね、2度からマイナス7度ぐらいだったかな。そのぐらいでもいいらしいんですよ。ただね、そのぐらいの温度だと、数週間ぐらいでね、ダメになっちゃうそうなんですよ。まあだからね、やっぱり僕もその辺は気になりましたね。で、あとですね、これついでの話ですけれども、なんかね、冷凍庫とか作ってる会社の株ってね、上がりそうだなと思ったのと、もう上がってるかもしれないですけれどもね。あとですね、一応今のところ、こう、冷凍庫がすごい国とかが用意するんで、冷凍庫の会社にいっぱいね、依頼が行っている、オーダーが行ってるみたいなね、そういったニュース今のところ聞いてないですよね。だから本当にちゃんとね、これ、
まあもうちょっと確定してからなんでしょうけれども、本当にそんな大量のね冷凍庫とかってね用意できんのかなって、そういう心配ありますよね。はい、っていうところがね、今回のファイザーとビオンテックが開発してて期待を持たれている最近ニュースになったワクチンについて僕は思うところでした。そしてですね、ここからがちょっと今日紹介したいねメインなんですけれども、ちょっとメインすぐ終わっちゃうんですけれども、これはね、さっきも言ったように10月下旬ぐらいにねあったニュースです。これちょっとニュース紹介しますね。集団免疫論は信じるな、暗黒の11月、欧州は危険な冬を乗り越えられるか、フランスは再び都市封鎖で、本文がですね、インペリアルカレッジロンドンでは27日、新型コロナウイルスに感染後に回復しても抗体が3ヶ月で急減するとの研究結果を発表したばかり。6月20日から9月28日までのイングランドの36万5104人を対象に調査したところ、抗体を持つ人の割合は約 6% から 4.4% に減りました。 26.5% 減だと。まあだから今あったようにね、3ヶ月のうちにもともとね全体の 6% の人は抗体を持ってたのに、3ヶ月後に調べてみると 4.4% まで減ってたと。でそれは3ヶ月前にね抗体を持ってた人を100とすると、3ヶ月後にはねそのうちの 26.5% の人が抗体をなくしていた、そういった結果が出たってことです。もちろんこれね、ワクチンにバリバリ関係するニュースですよね。ワクチンって言ったらね、抗体を作るために接種するものですからね。そしてですね、今回の調査の面白いところっていうと、さっき言った、もちろんね、ちょっと今までにないぐらいの人数、36万5104人。これを対象にやってるっていうのももちろんなんですけれども、何がちょっと面白かったかっていうと、これね、年齢別でも、年齢によってね、その抗体がなくなるっていうのにね、違いがあったんですよ。ここもね、すごい面白いところなんですよね。ちょっとこれも読んできますね。ロンドンで抗体を持つ人は全国平均の約2倍。まあ全国っていうのはね、これイギリスの全国って意味だと思うんですけれども、まあイギリスのロンドンはね、人を密集してるんで、他の地域のね、平均よりも2倍抗体を持ってる人、まあだから感染したことがある人ですよね。そういった人が多いと。そして、18歳から24歳では、抗体を持つ人の割合は 7.9% から 6.7% に減ったと。だから18歳から24歳で見ると、抗体を持ってた人のうちの 14.9% の人が3ヶ月以内にね、抗体をなくしていたと。そしてこれがですよ、75歳以上で見ると、まあ高齢者、老人ですよね。これがなんとなんとなんですよ。これ結構やばいんですよ、数字的に見ても。3.3% の人が抗体を持ってたのに、3ヶ月後には 2% に減ってたと。だからこれがですね、75歳の人で一回新型コロナにかかって抗体を持っていた人、こういった人たちが100人いたとしたら、これ3ヶ月後には、そのうちの40人が抗体をなくしていた。そういったね、調査の結果になってしまったってことなんですよ。これすごい数字じゃないですか。せっかくね、75歳以上で高齢者なんですけれども、新型コロナにかかって、まあ、回復した人なわけじゃないですか。で、抗体を得てね、もう安心だと思ってたら、そのうちのね、4割の人が3ヶ月後にはですよ、もう抗体がなくなってたっていうね。もう本当にこれはね、残念なニュースですよね。なんかね、こう、抗体を持っていてほしい老人の方がすぐね、抗体がなくなってしまうってことですからね。大体ね、これそもそもですけれども、まあ、さっきね、インフルエンザのワクチンの話もしましたけれども、これ新型コロナでもおそらく同じでね、ワクチンを接種したからって、100% の人がね、体に抗体ができるってわけじゃないんですよね。だってね、インフルエンザだと、ワクチンを接種してもね、60% ぐらいにしか効果がないって言われてますからね。だから、ただでさえワクチン接種イコールね、抗体ができるってわけでもないのに、抗体ができた人からもね、まあ、特に高齢者ね、随分抗体が数ヶ月経つとね、なくなってしまう。こういったことなんですから。で、さらにですよ、さっきも言ったように、ワクチンによってはね、2回接種しなきゃいけないタイプってのがね、今回のファイザーとビオンテックに限らず、他のワクチンでもね、そういった2回取らなきゃいけないタイプってね、いくつかあるんですよ。だからね、さっきも言いましたけれども、よりね、接種する人って減ると思うんですよね。だからね、そういったことをいろいろ考えると、ワクチンを接種して集団免疫を作るっていうのはちょっと難しそうですよね。そして、もうちょっと現実的に考えていくと、ワクチン接種する、抗体検査する、はい、抗体できてました、安心しました。安心しましたけれども、また数ヶ月後にね、抗体なくなってるかもしれないから、何ですか ?2 ヶ月おきぐらいに抗体チェック。もう隔月でね、病院に抗体検査に行かなきゃいけないとかね。で、もしね、抗体がなくなってたら、またね、新型コロナのワクチン取らなきゃいけないわけでしょ?だからリアルに考えると、もう隔月でね、抗体検査に行って、1年にね、何回も新型コロナのワクチン取らなきゃいけないかもしれないですよね。まあまあね、前からこういった話あったんですけれども、ここまでね、大規模な検査。そしてね、年齢別でね、抗体が消えていくのが違う。こういったデータってね、今までなかったんですよ。だからちょっと今回紹介しようと思いました。まあ、前から言われてたんですけれども、結構信憑性がね、深まった、高まったって感じですね。残念なことに。で、今回のね、調査をした、インペリアルカレッジロンドンのヘレン・ワード教授は、
検査で検出可能な抗体を持つ人々の割合が時間とともに減少している。新型コロナウイルスに再感染するリスクが残るかどうかはまだわからない。感染リスクを減らすため全員が引き続きガイダンスに従うことが不可欠だって言ってるんですよね。だからね、もちろん今回のこの調査結果ってのは全然いいことじゃないんですけれども、ちょっとね今これ補足的に言ってるんですけれども、この教授がですよ、一応検出可能な抗体ってのは時間とともにどんどん減少していると。ただね、それがイコール再感染のリスクになるっていうのはまだはっきりしないって言ってるんですよね。これちょっとね、さらに面白いというかね、興味深いのが、どうもね、これ抗体検査でね、抗体があったのに再感染してる人、そういった人もいますし、逆にですよ、なんかこう日本人みたいに抗体検査すると全然出ないんですけれども、なんか感染しない人ってのもいるじゃないですか。そういった例もあるんで、今回ね3ヶ月経ったらね、抗体が消えていた、減っていたっていうのはね、確かなんですけれども、イコールね、再感染のリスクが高まってると断言まではできないってことなんですよね。ただそういった恐れってのはあるよねって話なんですよ。なんかね、ちょっと長々話さないですけれども、例えばですけれども、言われてるのがですよ、言われてるのが、エイズってのはこれ抗体ができていても、その抗体ってのはエイズにね、抗ったりしないとも言われてるんですよ。で、あと他にもね、僕の他の動画でちょっと喋りましたけれども、ボクシングのね、世界タイトル戦、これがね、世界戦で戦うボクサーが新型コロナに感染しちゃって、で、一回試合が流れて、もう一回ね、回復して検査したら陰性だったんで、それで再度ね、ボクシングの世界戦の日程ってのをね、設定したら、一回新型コロナになって回復して陰性だったはずなのに、またね、試合直前で、だから2回目の、再度ね、設定した、2回目の試合前の検査で、また陽性になったっていうね。だからこの場合ってのは抗体があったけれども、再感染した。そういった可能性が考えられるわけですよね。だからなんかちょっとはっきりしてないんですよね。まあ、とりあえずね、今日ちょっと皆さんにお伝えしたかったのはこういった、イギリスの大規模な調査で、全体で見るとね、3ヶ月経ったら抗体があった人の 26.5% が抗体をなくしていたと。そしてこれが75歳以上の高齢者だと 39%、約 40% の人っていうのが抗体をなくしていたと。こういったね、ある程度信憑性から調査が行われたっていうね、これを今日ちょっと皆さんに伝えたかったです。で、あとですね、ちょっとついでに伝えたいニュースがいくつかあるんですけれども、これもイギリスのワクチンについてこんなニュースです。スクープ、コロナ第2波、イギリスマンチェスターは12月1日、ワクチン接種開始で準備。新型コロナウイルスの深刻な第2波に襲われるイギリスのマンチェスターで、国民医療サービス NHS が12月1日からコロナ患者の診断や治療にあたる医療従事者を対象としたワクチン接種を始めるため準備を進めていることが9日 NHS 関係者の話で分かりました。マンチェスターで使用されるのはイギリスオックスフォード大学とイギリス製薬大手アストラゼネカが開発中のワクチンで、弱毒化したアデノウイルスベクターに新型コロナウイルスのスパイクタンパク質遺伝子をエンコードした組み換えウイルスワクチンと見られていますと。ということでね、よくちょっとね、中国やロシアなんかでね、医療関係者のワクチン接種が始まったみたいなニュースありましたよね。ああいうのを僕ら見てて、まあ、ああいった国だからね、ちょっとリスクがあるけれども、医療従事者からまず先に新型コロナのワクチンね、接種を始めてるんだなとかと思っちゃったじゃないですか。でも今回ね、ちょっとイギリスで12月1日から医療従事者からね、もう新型コロナのワクチンの接種を始めるっていうね、そういう準備をやってるという、これがね、ニュースになってました。あとちょっとですね、このニュースで興味深かったのが、もしね、インフルエンザのワクチンを接種していたら、28日経過しないと、今回のね、新型コロナのワクチンってのは接種できないんだそうです。まあこれあくまで今紹介したアストラゼネカが開発してるワクチンですけれどもね。ここもちょっとね、ふーんって思いました。そしてですね、ワクチン接種の話っていうと、これ、イギリスだけじゃなくてスペインでもこんなニュースが。このニュースのタイトルが、ワクチン接種は1月スタート、効果は5月に出る。スペイン保健省の言葉にも楽観的にはとてもなれない。スペインでは、健康保険が適用されて接種は無料で、集団接種は1月初めにスタートできる。5月頃にはスペインでも欧州でも効果が出る程度の人が接種済みのはずだ。っていう風にね、まあ、スペインの保健省が国営放送のインタビューで話したんだそうです。だからスペインでは1月初めぐらいにね、ワクチンの接種を始めて、まあ、ヨーロッパ全体で見ても5月頃にはね、ある程度、新型コロナのワクチンみんな接種し始めたから、感染者の人数がね、減ってきたって分かるようになるだろうっていうふうにね、まあ、スペインの保健省、大臣が言ってるってことですね。ということでね、基本的に今日話したかったところっていうのはこんなところです。まあ今日ちょっとね、こう抗体ができても、3ヶ月ぐらいしたら結構の人がね、その抗体を失ってるってね、そういったニュースだったんですけれども、ただこれちょっとね、ここもポイントなんですけれども、ちょっと分かんないのが、あくまでこれってのは新型コロナウイルスに自然感染した場合なんですよね。だから新型コロナにね、自然感染してできた抗体と新型コロナのね、ワクチン、このワクチン接種によってできた抗体、これにはね、違いが出る可能性っていうのが多分にあります。だからもしかしたらですよ、
自然に新型コロナに感染した抗体よりも新型コロナウイルスのワクチンを接種して作った抗体の方が長持ちする可能性っていうのはあるんですよ。まあ逆もあるかもしれないですけれどもね。今のところね、ワクチンを接種してできた抗体、これがね、どのぐらい持続するのか、そこまでね、分かるような調査ってのはまだ出てないんですよね。だからね、やっぱりこういったね、ワクチンの検査、ワクチンの実験っていうとね、なかなかね、短い期間でやるってことは無理なんですよね。こういうところも見れないんで。まあだからね、僕らとしては、新型コロナのワクチン、ワクチンでできた抗体ってのが、強力で長続きするものであるようにね、まあ願うってところですかね。はい、というところなんですけれども、ここはちょっとおまけなんですけれども、二つ喋りたいことがあります。おまけなんですけれども、ちょっと二つ喋りたいんですけれども、一つがですね、今回、アメリカのファイザーとドイツのビオンテック、ここがね、共同で開発してるワクチン、ここのワクチンが9割効果があるんじゃないかってね、小規模、そして短期間の臨床試験にもかかわらず、そういったニュースが出てね、一気にね、株価とかね、上がったじゃないですか。だからちょっとね、コロナ終わるかもしれないっていうね。でもこれですね、2ヶ月ぐらい前かな、ロシアのね、ワクチンの話でしたじゃないですか。ロシアのワクチンも臨床試験の結果ではね、9割に効果があったっていうふうにね、言ってるんですよ。1、2ヶ月前ですよ。でも全然株価にね、無風じゃないですか。みんなね、もうちょっとロシアを見てあげて。まあ、これちょっと半分冗談ですけれどもね。あ、でも半分本気にしとかないとロシア怒られるか。なんでこうロシアがね、9割に効果がありましたっつったらね、株式マーケットとかね、こう無風なんですか。ちょっとこれが面白かったのと、あとね、これ言おうと思ってね、ちょっとタイミングなかったのに言ってなかったんですけれども、まあ、集団免疫。僕のチャンネルでね、こう集団免疫っていうと、やっぱスウェーデンなんですよね。スウェーデンはね、ずっと最初から集団免疫をね、目指してたわけじゃないですか。そして一時期はね、集団免疫完成しましたとかってね、絶対完成してないんですけれども、言ったりしてましたよね。そしてガイアとかも、スウェーデン素晴らしいっていうね、ちょっと頭がおかしい人がね、いましたよね。全然スウェーデン素晴らしいって結果出てないのにね。で、それが今回ね、よりわかる、そういった結果になってるんですけれども、何があるかっていうと、やっぱりね、ヨーロッパって言うと今ね、第2波が終わらないですよね。で、もちろんね、やっぱりこれスウェーデンでもね、第2波起こってるんですよ。そしてもっと言ったらですよ、他の北欧3カ国、北欧って言ったらね、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランドじゃないですか。で、その中でもスウェーデンってのは、まあ、すごい簡単に言うとね、まあ、他の国に比べると、まあ、そんなにね、こう気をつける戦略やってないんですよね。で、それでいいんだ、その方が正しいんだってことをやってるわけですけれども、でも結局ね、今回の第2波でも、まあ北欧の4カ国で見ても、どこよりもね、やっぱり感染者数って多いし、どこよりもね、死亡者数も出てます。ちょっとこれね、感染者数見てみましょう、これグラフで。もういちいちね、全部の国見るのもね、あれなんで、スウェーデンの感染者数のグラフだけちょっと見ましょう。はい、これです。どうですか、これ。とても集団免疫が完成したわけないですよね。まあこういったこともあってね、スウェーデンもちょっとね、もう集団免疫目指すみたいなことはね、やめるみたいなね、そういったニュースもありました。まあだからね、本当に結果論なんですけれども、スウェーデンのやり方っていうのはね、別に良くはなかったってことなんですよね。まあちょっとそれだけです。ついででした。